フラッシュ炊くのやめてもらっていいですか。失礼します、はい、あれ勝手にフラッシュついてるこれはい、ということで、はい、明日出発、はい、前日ですね、はい、今日は、はい、何の企画これ。え、これはスーツケースの中身チェックしますマジか、はい、ちなみにスーツケースってさ何キロとかってあった。大体普通の飛行機は20キロとかじゃん。20キロ。しかもボーリングバッグより多分多いんだよね今回。まあオーバーしたら追加チャージ払うだけ、はい、いや今でもマジで今までで一番多分荷物が多い気がする。まあそれ2週間行くからね。そうね、まあ、それは仕方ないよ、はい、ちょっと変なもん入れてないかな変なもん怖いんだけど。はい、ということでじゃあ早速このスーツケースキャラ受けっぱなしなんで中身をチェックします。え、スーツケースだけ。いい部屋だね、いい部屋だ ね、 ね、広いよね、めっちゃ広いね。まあここはね、羽田空港から近くの、まあ、ホテルで、はい、明日朝出発して、はい、沖縄向かうっていうことですね。はい、でもまず入ってないから大丈夫かな。結構いたって普通よ。はい、どん、なんか変わったもの見えます。え、これ全部細かく出さないとダメ。え、細かく出さないとダメ。ほら、まとめるの得意だよ、うん、意外とそんなに変なものは入ってないかなと。じゃん、はい、もうおしまいで、はい、おしまいでいいもん。はい、じゃあ一個ずつ説明してちょっと広げていってくださいはい、どっちからがいい。こっちとこっちどっちでもいいよどっちでもいいよ。じゃあ、まあ、大体普通の人が入ってそうな、うん、あの、なんかロッテのキャンプなんですけど、キャップ、こっち見せて。ロッテのキャップね。はい、それは始球式で買ったやつね。そう、はい、はい、どっちか。あ、ちなみに見て、これ、このクスクロックス。え、このクロックス見て。これだそうです。これ乗ってからじゃん。これこうか。そう、メイチュン特製クロックス。そう、まあ、普通に売ってるやつなんだけど、厚底のクロックスで可愛かったからこれ買って、でたまたま番号を入れたらなんかめっちゃロッテっぽいじゃんと思って、あ、うん、ロッテのキャンプ行くし今日これ履いていこうと思って、うん、今日ベテランな格好だから、はい、それ履いて、で普通には別に正直そこまでさ、まあ、外出もできないしコロナだから、うん、いいかなと思ったんだけど、一応ちょっとまあブツか持ってこうかなと思ってブツ持ってきた。はいはいはい、はい、まあこれはいいでしょう。はい、ちょ、上に上げてよ。服、はい、2週間分、うん、これはもうほとんどキャンプ中の、うん、要は衣装じゃないけど、まあなんかこうしないといけない格好の服とか、はい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 、あとはまあ部屋着みたいな、まあ、ちょっとずつ部屋にいるし、はいはい、あとは T シャツ、はい、って感じです。はい、はい、で、まあなんか服かさばったりやかなと思って、うん、一応これもう一個持ってきて、うん、何それ、これ浸水するやつなんかちゃんとみっちりした方がいいかのっていう感じしちゃった。はい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 、はい、あとお尻拭き、何でも使えるよね、うん、お尻拭きはね。いや、私はもうサイちゃんが生まれてからさ、うん、ずっとお尻拭きをさ手放したことがなくて、出かける時に、うん、はい、除菌、はい、で、綿棒、綿棒、はい、これお化粧の後ろさ、あとエクステ用のブラシ、でかいでしょ。はい、皆さん、お気づきでしょうか。何ですか。新しくエクステをつけました。あ、エクステつけました、はい、見てネイル、アバナカロッテです。マッチです。これロッテ仕様のネイル。ロッテ仕様のネイル、ほら見て爪。はい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 、野球ボール、可愛いでしょ。はい、まあレポーターだからね。そう、一応ね、マイク持つ方の手は長めにしたんだけど。はいはい、こんな感じです。そっちは、アバナカ、こっちもまだ入ってるけど、なんかいる？ポケット見る？
でもなんかタイプも入ってないけど、マスク、はいはいはい、私の高校の先輩のバスケの先輩がいて、うん、バスケ部の先輩がいつも作ってくれてるマスク、これほらちゃんと入ってんじゃんと思って、衛生面いいんだと思って、このマスクキャッチャーの人がよく使うから、うん、個人的によく使っております。で、あとカバン、はい、使うやつ、はい、で、こっち今なんか化粧品、うん、で、カラコンとかさ、あのカラコンさ、ほら洗浄液とか持ってくやんか、うん、で、なんかめんどくさいしさ、洗うの、ん、今回ワンデーのやつを持ってくから、うん、多い箱が、うん、あと、スニーキー焼け、この中入ってはい、なかった、うん、あ、シャンプー、うん、このシャンプーめっちゃいいよ、するアースのシャンプー、で、これエクステのキューティクル枝毛なんとかガードやってしっとりしない、これエクステの時つけるやつ、はい、ってな感じです。はい、次タブレット、これ充電させたの、うん、はい、で、電池、電化製品、何あれや、延長コードとかさ、まあ、今回ね、2週間だから、うん、長いからマジで、うん、だから一応まあ、まあ、必要最低、もっと私の必要最低限、使うもんだけしか持ってきてない、うん、です。あと何個あったかな、みんなが気になるであろう、どっちが気になる、え、今一番どれが気になる、はい、ドッテルバッグでございます、はい、ということはですよ、皆さんこれ何が入ってると思いますか、わかるでしょ、私が何個持ってきたと思う、え、じゃあユニフォームでしょ、違うよ、え、あ、ちゃうの、違うよ、まあ、まず靴、あ、運動靴な、はい、これはまあ取材とかするだけ、グラブ多い、どういうこと、グラブね、はいはい、はいはいはい、はい、取る機会もある、かもしれない、いや、まあまあ今はね規制が厳しいんで、選手と接触がねすごい厳しいんだけど、まあもしかしたらあるかも、幻っていう期待だけでちょっと持ってきたっていうね、そう、まあまだ硬いし叩こうかなと思って、うん、いやさすがに暇だし、うん、ね、やることなかったらめっちゃ叩こうと思うじゃん、うん、そうそうそう、だから今回も一緒に旅をします、なんだっけ、石垣島に、うん、唯一ね、近くにね、うん、バッティングセンターがあるのよ、うん、で、今回同行できないじゃん、うん、暇だなと思って、で、うん、どうせ一人だったら別にバッティングセンター行けるじゃん、うん、行ってしまえば、うん、だから、ちゃんとバッテ持ってきました、ちゃんとバッテ持ってきました、うん、意識高くない、選手たち見えるけど、今回野球できないんだよ、私、さすがに辛いじゃん、うん、打ちたいじゃん、うん、もしかして、ね、そこのバッティングセンターがキャッチングさせてくれるかもしれないけど、うん、取れたりね、うん、で、この SG フック石谷くんに教えてもらった、あのキャッチャーミットをかけとくと形が良くなる、うん、型が良くなる、うん、そうで教えてもらって持ってきました、はい、じゃあこれいこうか、うん、よいしょ、これはこれのユニフォームだよ、で、今回この子が切れます、うん、せーの、ボン、はい、ミーチュー42、うん、選手一人かぶってるんだけどね、大丈夫ですね、まあこれはね、言うと始球式の時にスポンサーしていただいた駒崎工業社長からね、ほんともらったやつ、大事にしてるもんね、これレプリカじゃなくて、私もほぼ着てるからね、これ、うん、練習とか試合とかでよく着てます、ありがとうございます、うん、本当にそれがね、またこうやって使える日が来るとは、まさかまさかだよね、うん、いや私もね、ほんと選手と一緒にユニフォーム着たかったんだよ、やっぱり、うん、まあこれでレポートできたらいいね、ねえ、できたらいいね、はい、できるわ、で、これはまあ知ってるよね、これね、うん、ほら、私のメイク道具です、はい、私、もうメイク YouTuber なんじゃないかってぐらいメイク道具を使うんですよ、すごい、うん、てかもう本当ほぼ全部今この持ってるやつをここの顔に全部塗りたくるので、普段、うん、まあ、このようになっちゃうね、うん、あとこれがバレット2つ持ってきちゃった、うん、って感じかな、うん、
まあこれでじゃあ2週間沖縄で過ごすって感じで、うん、なんかふざけたもの持ってきてる？ふざけたもんないんじゃん。結構いたって真面目だね。一応この気象バイドグだし、私の、うん、化粧品なんで。ということで特に面白い身も見どころがないまま終わってしまいましたが、面白いでしょ十分、はい、全部面白くない？リュック言いますじゃん。リュック大したもんね。リュックはいいよ。はい、はい、わかりました。じゃあまた明日ということで、さよなら。早く出さしといてくる。バイバイ。はい、ということでこれから出発、ここでバイバイです。はい、行ってきまーす。今日あったかいね、マジで。暑いもん、空港の中めっちゃ。外もあったかったよね。あっちもっと暑いんだけど。まあ、じゃあ気をつけて行ってきてください。はい、じゃあね、バイバイ。はい、じゃあねー。